はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。2時半をちょいと回りました。1月は19日フライデーでございまして、日経平均はちょっと慣れてましたけどね、いやまた戻ってきましたか。492と493プラス36024でございますね。はい、ドル円も変わらずですね。はい、あと原油高いですね。 73.92 と。ドルウォンウニャウニャ1337ですね。ちょっと押されてきたかもしれません。さて本題はですね、中国でございまして、これは昨日の午前中に出た日本経済新聞の記事でして、上海上場の日本株 ETF2 日連続で一時売買停止と、昨日の午前中の話ですけどね、中国上海証券取引所は18日午前、上場する日経平均株価連動型の上場投資信託 ETF の売買を一時停止した。売買停止は2日連続。売買過熱で ETF の取引価格は依然として基準価格を大幅に上回っており、投資家の損失リスクがあるため、2日連続で売買停止となったのは中国にゃうにゃうと。分かりにくいんですけど、私の理解を申し上げますとですね、日本でも ETF ありますよね。よりもですね、上海で上場されている投資信託が高くなってしまったということですね。日本でですね、3万、今いくらですか、3万6千円前後なのを、中国では3万7千とか3万8千になってしまったと。あかんやんと。でも元の価格は一緒ですからね。だから、売るときにはですね、その元に戻ってる可能性があるわけです。とすると、それを上海のこう小さなマーケットだけで加熱してわっと上がっていったところで、実態とこうかけ離れてるんで、このかけ離れてるところがですね、投資家の損失になるんで、とりあえず売買停止ということにしたのかなと。なぜそうなったか。と言いますとですね、やたらと買う人が多かったということですね、上海で。ちなみに上海で買う人というのはほぼ中国人です。つまり人民元で買えるんですよ、多分ね。で、その中国株を買うのではなくて、日本株 ETF を欲しいという投資家が殺到したんですね。なんでか。中国株はもうですね、魅力がなくなった。というか、ハイリスク。になってですね、そこに投資してもお金が減るだけと。であれば今勢いのある日本株を買おうやないかという動きがですね、中国の富裕層の間で広がってきたということですね。つまり中国株はもうあかんと、これからは日本やということでですね、日本株をガンガン買っていて、それが過熱してですね、上がりすぎたから売買停止になりました。しかも2日連続ということです。これはある意味ですね、中国経済のですね、なんて言いますかね、悪化を象徴しています。だって普通分かりやすい国内株の方が買いやすいでしょう。だって僕も外国の企業なんで分からへんもん。まあ株はやりませんけども、買おうとするとやっぱり分かりやすい企業を買いたいですね。なんでですね、国内株を優先的にこう検討するはずですけども中国はですね、中国の富裕層は今日本株を買いたいと。でもちろん日本の証券会社に口座を作ってですね、買うこともできるんですけど、その場合は日本円をですね、用意しなければいけないでしょう。今の中国でですね、人民元をですね、日本円に変えるというのはなかなか難しい。まあいろんな方法なんですよ。合法な方法から言うとほぼ不可能です。となるとですね、人民元で買える上海の日本株 ETF を買おうぜということになるわけですね。で、それで殺到したということですね。多分為替リスクもあるわけですよ。多分中国人民元建てだと思うんでですね、それがですね、こう人民元の価格が安くなるとですね、為替ゾーンを被るわけですね。それでも構わへんと、日本株やって買ってるわけですね。知らんでと、人民元が高くなると損失を被るわけですね。でも今後そう高くはならないだろうと、安くなるだろうというふうに見込んでるんでしょうね、中国の富裕層は。
はい、それだけ中国経済がですね、魅力がなくなっているということだと思います。連日のようにですね、その中国関係のですね、記事をですね、読み漁っているんですけども、まあいいことは一つもないですね。どれだけ悪くなっているかという話ばっかりです。でもうそれこそね、そのもう近々ですね、共産党の支配がですね、揺らぐんちゃうかと、流動化するんちゃうかというようなこともですね、もうひしひしと感じます。そういうこともありうるんでしょうね。ありうるんだと思います。で、と 中国人ってね、その見切りが早いんですよ。日本人ってね、うじうじして、どうしようかな、売ろうかな、どうしようかなって言ってるんですけど、もう中国人も先に行動するんですよね。あ、これあかん、売るこれ買うとか言って、超早なんですよ、日本人に比べると。なんでですね、多くの中国人富裕層はもう早々とですね、自国の経済に見切りをつけてですね、これから日本やって言って今日本買ってるわけですよ。で、これはですね、日本株の ETF が売れてるっていうだけではなくって、あらゆるところに今中国人のお金って行ってます。もちろん日本の不動産にも来てますしですね、アメリカやカナダやオーストラリア、あるいはヨーロッパ方面にもですね、この大量の中国のですね、外貨が流出してるんです。もちろんほとんどは非合法な為替だと思います。合法的にやるとですね、1人年に5万ドルぐらい、5万ドルしか持ち出せないということになってるんですね。5万ドルなんて言うたって750万とかでしょ。全然この投資額としては少ないわけであって、だからガンガンにですね、流出してるということでですね、日々中国の外貨準備は減ってるわけであって、これ変な話ね、1年か2年後ぐらいにはね、中国全体で外貨が足りひんみたいなことがですね、起こるんちゃうのかなと。この勢いでいけばね、この勢いでガンガン流出すればそうなってしまうんちゃうのかなという気がしますね。で、中国ってね、こう手持ちのドルが足りなくなるとね、人民元もなくなるという仕組みなんですよ。いや、どこまで真面目にやるかどうか分かりませんよ。でも人民元の発行は手持ちの外貨に合わせてっていうことが今の原則やったんですね。それはこう対外的にそのドクトリンを示しているわけではないんですけども、実際上そうだったんですよね。それがですね、今崩れかけているんですね。で、この先どうなるかというと、完全に崩れてしまった時には人民元の価値が下がるんですよ。価値が下がるということはですね、どうなるかというとですね、中国も大半の資源を輸入している国なんですね。資源価格が上がるということは物価が上がるということで、ハイパーインフレになる可能性があると。今デフレですけどね。だからですね、ものすごい危険をはらんでるわけなんですね。中国からなんていうかお金が流出するということは。でも今現にもかその現象が起きていて、その一部分がこの記事なわけですね。中国の富裕層が人民元でもって上海 ETF、 上海に上場された日本株 ETF を買っているということであって、ものすごい危険な現象ですね。要は中国の富裕層が中国を見限ってるという現状です。これは人、じゃあお金だけではなくて人もそうなんですよね。どんどん今ですね、海外にですね、逃げるという感じですね。インテリ層とですね、富裕層が猛烈な勢いでルンしてると。ルンってランなんですね。要は逃げるということで、いわゆる国家としての末期症状がもう出てきてるんちゃうのかなという気がします。その一つの現象がこれですね。まあだからですね、この現象がせき止められなければですね、そんなに長くはないですよ。5年10年というレベルではなくて、2年3年、あるいはそれ以内という段階で中国という国がですね、おかしくなってしまうということは十分に考えられます。共産党の終焉ということではないかなと思いますね。
はい、ということでこの日経新聞のですね、6行しか読めませんけども、この記事のアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。